サファーリは Apple により開発されている Web ブ,ブラウザ。MacOS 標準の Web ブ,ブラウザとして MacOS 10V10.3 より搭載されている。また iPhone、iPod Touch などの iOS 機器及び iPad の iPadOS プラットフォーム向けに MacOS 用からカスタマイズされたサファリは標準 Web ブ,ブラウザとして搭載されている。主な特徴として レンダリングエンジンに KDE のコンクラーオープンソースプロジェクトで使われている KHTML と KJS をベースとする WebKit を使用し SVG、タブブラウズといった最新のブラウザが備える機能に対応する。画像に埋め込まれたカラープロファイリングを読み込み正確な色空間を描画可能である。CSS では開発中の仕様も一部実装し、 比較的正確な描画が望める。アシット2テストに最初期に合格している。開発中の WebKit R31356 を利用することによって、アシット3テストにも公開版として最初に合格する Web ブ,ブラウザとなった。ただし、iOS 版はアシット3でのスコアは100であるにもかかわらず、アシット2には未合格である。JavaScript に関しては、 ジョバスクリプトコルフレームワークを中核に備えている。KDE 開発の KJS を前身とするフレームワークであり、OS 全般のジョバスクリプトの処理に用いられている。図形を描画するキャンバス要素を実装しており、ジョバスクリプトもこれに対応する。TLSSL s のサポート、クッキーの管理、MacOS の設定で閲覧できるサイトの制限などのセキュリティ機能を備える。 HTTP レスポンスヘッダのコンテント、タイプ、フィールドのチャーセット指定と実際の HTML の文字コードが異なっている場合、正確な動作を行うサファリでは、指定に忠実に解釈するため、文字分けする。MacOS 10V10.6、サファリ5.1以降では、プラグインを個別プロセスで実行する仕様となり、プラグインがクラッシュしてもブラウザ全体が落ちることはなくなった。 iOS 版サファリはフラッシュなどのプラグインをサポートしない。2008年からは Windows 版も公開されていた。2012年7月26日に OS 天マ運転ライオンと共にリリースされたサファリ6には Windows 向けが用意されず、旧バージョンのダウンロードはサポートページからしかできなくなった。現在は開発を停止している。2012年10月23日、 情報処理推進機構はセキュリティホールが存在するため使用停止を勧告した。Windows 版サファリでは Windows のクリルタイプを用いず独自エンジンでフォントのアンチエイリアスを行うことができた。または Windows でのクリルタイプを使用することも同様に可能であった。1997年まで MacOS では Netscape ナビゲーターが標準ウェブブラウザであった。 アップルコンピュータがマイクロソフトと提携した後はインターネットエクスプローラー 4Mac が MacOS 10V10 2まで標準ウェブブラウザとして同梱されていた。ネットアッププラケーションスの2017年1月調べによるサファリのバージョン別シェア率である。シュタットコーンターによる近年の調査でもだいたいこれと同じである。 一時は Google Chrome の勢いに押されるかに見られたサファリであったが iPhone と iOS ではサファリでブラウジングという事態には恵まれサファリのシェアはデスクトップとモバイルとタブレットを合わせると15%を常時キープしている CSS で Web サーバー上のフォントを参照し文字を出力する技術ここでのアニメはアップル社が提案する ウェブキットでの CSS アニメーションズ技術のこと。これといった訳文は2008年11月時点で存在しない。CSS で HTML ドムエレメントを動かす技術。参考資料、CSS アニメーション、CSS トランジションズと CSS アニメーションズ、Apple 提案の CSS アニメ機能、ここでのメディアは埋め込みメディアのタグを指すか。HTML5 では、 タグ体系の大幅な見直しが盛り込まれることになっていて、サファリでは実験的に搭載されている。ビデオタグ等の振る舞いを改善するものと思われる。ありがとうございます。